はい、それでは東海学園大学のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずは、高木九州戦お疲れ様でした。お疲れ様でした。小林選手、はい、ホームランお見事でした。ありがとうございます。あの打席はどんな思いで入りましたか？とにかく後ろにつなごうと必死でした。打った瞬間感触いかがでしたですか？あんまり感触はなかったんですけど、風のおかげもあって伸びたので良かったです。一周してきた後の気持ちはいかがでしたか？あ、幸せでした。幸せでしたか？はい、それでは、田中選手、最終回の、登板となりましたけれども、マウンドへはどんな思いで入りましたか？と今まで後輩に助けてもらってきたので、それを思い、その思いを胸に一球一球全力で頑張りました。4年生なんでこれが最後の登板だったのかな、公式戦では。はいですね、もう本当にいろんな思いの詰まった、登板だったと思います。はい、もう一言ありますか？来年こそ日本一になってもらえるように頑張ってほしいです。はい、ありがとうございます。はい、そして土橋選手、はい、最終回ファイティングプレーお見事でした。ありがとうございます。あれは突っ込んだんです、飛び込んだら接触したんですか？はい、飛び込んだら接触しました。でもただでは終わらないって終わり方が素晴らしかったと思いますが。ありがとうございます。今日の試合振り返ってみていかがですか？いつもできない JD リーグの方と試合ができて楽しかったです。楽しかったですか？はい、はい、それでは、小林選手、はい、今後の抱負をお願いします。来年こそは日本一取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、なんか東海学園のないですか？ラブソフトボールやってくれますか？ありがとうございます。せーの、ラブソフトボール、ありがとうございます。